私の記事が話題になり SNS 上でも結構話題になったんですけども読みます <coughs>、武田恒康氏、新紙幣の弊害語る結婚式のご習字は渋沢栄一で渡すのはだめ作家の武田恒康氏が15日放送の「えそこまで言って委員会 NP」に出演え今年7月に発行された新紙幣の弊害について語った。 この日は発言が炎上した有名人は即座に表舞台から姿を消すなど行動や発言が清く美しく汚れなき漂白された社会ホワイト社会は生きづらいか、えー、生きやすいかについて議論これを受け武田氏は 最近行きづらいなと思ったことが一つあるんですけど、と切り出すと、紙幣が切り替わったじゃないですか。渋沢栄一って結構おめかけさんがいっぱいいたということで、結婚式のご祝儀とかは福沢諭地じゃないと、渋沢栄一で渡すのはダメだという話になってたと訴えた。 これにスタジオからえー、ああ、そうなど驚きの声が上がり、武田氏は今はまだあるけれど、1年、2年経ったらどこだ、どこだ、福沢諭吉みたいになると警鐘を鳴らした、同じくパ,パネラーとして出演していた大空幸喜氏も、本当、今も言われている、今年の結婚式は福沢諭吉じゃだめだってと証言していたと、大空さんもね、えー、まあ若い世代で実際そう、まあ、一番ね結婚式とか多い。えー えー、ところですからねもう私の世代になるともうあんまり結婚式ないというかねあの2回目です、3回ですみたいなあ,あんまり盛大にはやらないみたいな、ねえー、大空さんの世代ですとちょうどね、えー、結婚式が、ね、多,くな多い世代だと思うんですけど本当にそうなんだと今年の結婚式は福沢諭吉じゃなきゃだめだという、ね、ことになっているわけですね、えー。そうなんですよ 福沢幸吉,、ね、吉のピン札を探さないといけないというね <laughs>、えー、今年は何とかかき集められたとしてもいや来年再来年も5年後とかもほ,どほぼ無理みたいな <laughs> ピン札は,、ね、<laughs> はないねだ <laughs> からもうねしょうがないから全部5000冊で渡すというね、えー、そういうふうにしないといけないかなということですね <laughs>、はいまあ、これを語ったら結構 SNS でバズったんですが結構なんか 勘違いしてる人が多くて武田、何ふざけたこと言ってんだと、えーあのー、いいじゃないかみたいにいや私が言ってんじゃなくて若い世代でそうなってるって言ってんのに武田、何偉そうなこと言ってんだみたいないやいやそうじゃなくてもうなんか日本語能力がないんですかね炎上する人たちって、えー、割とそういう人が読,読めばだってタイトルだってそうなってないですよ。 武田が新紙幣の弊害について語ったと。え、で、本文読めば、そういう風になってるので、なんかね、このホワイト社会って、や、や、やだねっていう話をしてんのに、何偉そうにね、あの、渋沢栄一を締め出そうとしてんだ、みたいない。私じゃなくて、本当ね、頭悪いんですかね。えー、切り取りにもなってないっていうか、えー、日本語能力が低すぎるっていうかね。えー、だからもうね、あの、私ね、渋沢栄一、 1> が一万円札のトップに来るっていうのは本当にですねまああの日本がダメになってると言いますかこれ財務省の勝利なんで元財務官僚ですよ、そしてね銀行を作ったあの船会社作った保険会社作ったとかなんだかんだ言いますけども私に言わしたらだから何って話なんですよえ別に、ね、渋沢栄一なんかいなくたって誰かが銀行作ってますよ渋沢栄一なんかいなくたって誰かが保険会社作ってるんですよ。ね <laughs> それをね当時まあ,あ当時、まあ、大蔵官僚ですから大蔵省出てまあいろいろとやって、えー、日本の明治の基盤を作ったっていうんですけどだからね、えー、渋沢栄一はいなくても誰かが、えー、渋沢栄一的な仕事は必ずやったはずなんですよところが福沢諭吉がいなければ第二の福沢諭吉は現れなかったんですね福沢諭吉がなければ慶應義塾もないわけですよ <laughs> はいだからねあのやっぱね、えー、日本の品っていうのかな、えー いい感じでビジネスやった人が一万円札になってる時点で相当なんかね、えー、日本ってダメだなと思うんですよ。やっぱね、教育者が最高額紙幣の肖像になってるっていうのはここが日本のね、凄さなんですね。やっぱ日本って教育でここまで来た国なんですよ。ええー、あの、<coughs> 教育さえしっかりしていれば経済なんかはっきり言ってどうにでもなるんですよ。ええー、教育さえしっかりしていれば政治だってどうにでもなるんですよね。 やっぱね、教育を大切にしてきた日本 <laughs> これがです,、ね、やっぱすごかったわけなんですねで大体、世界の、ね、国の最高額紙幣って軍人とかもしくは王様とかあと、なんかだろうないろいろありますけどなんとか活動家とかです、ねまあ、そんな感じですよ。 はい、えー。ところがですね、えー、日本はね、まあ昭徳太子がかつてね、えー、まあ昭徳太子というのは和を持ってたッとしとなすということをおっしゃったんですね。えー、まああのまあ十七条の憲法というのは官僚の心構えを示したものだったんですけどね。それがただの官僚だけじゃなくて、やっぱりね一般のね、えー、まあ国民までもがですね、やっぱその十七条の憲法の精神ということをやっぱ大切にしてきた。やっぱ日本らしいですよね。天皇ではなく、こう 大使だった聖徳太子ていうのがねこれがね、えー、すごく良かったわけですよそしてまあ沢諭屈に切り替わったんですけども、えーまあ、一応聖徳太子は十万円札用に取ってあったらしいんですよね ところが今ね、マネロン関係で、やっぱ、あの、高額紙幣を作らない方向に来ちゃったので、聖徳太子はお蔵入りになっちゃったんですね。で、私はね、当時、慶應義塾幼稚舎のね、えー、に入ったところでしたからね、やっぱこの福沢先生がね、一万円札のお顔になるっていうのは、これは嬉しかったですね。で、まあ、別に慶應義塾の出身者であることを、まあ、あの、省いて考えたとしても、やっぱね、この、 最高学士兵ってやっぱすごいことやった大英雄ですよ、えー、で外国人なんか「この人誰と天皇とか <laughs> 建国した人みたいなね何,何した人なの?」っていうね、えー、ふうに思うんでしょうけどえ誰ですかあこれねあの教育した人ってえ教育した人ってええーね、教育者が最高学士兵ってすごい国なんですよねこのね品があるんですよねでビジネスで いろんな会社立ち上げましたって、えー、そ,そんな人はよ <laughs> まあ私も一応ね、えー、経営者ではあるけれども経営でうまいことやった人が、えー、紙幣のトップってなんか普通すぎて面白くもなんともないししかもなんか採用された肖像がなんか毛沢東に近いんですよねえー、一瞬毛沢東かと思っちゃったくらいもっといい肖像あっただろうにはなんでわざわざあれを選んだんでしょうかだから、ね、結局ねあの 買いが効かなないい人ではないではすよ。唯一無二でも何でもないんですよえー、えー、<laughs> 絶対誰かが海運会社作ってましたからねええー、いやもちろん海運,海運会社を作ったわけではないけどもまあ合同してあの日本郵政日本郵政の基礎を作ったとかなんとか言うんですけれどもねええいやつまんないですねいやほんとつまんないですよええー <coughs> まあい,いや、まあ、お,お札の話はもういいわ、はい、とにかく <laughs> 渋沢栄一は、まあ、いろんな企業、ね、の設立に携わって、えー、近代日本の礎をつく作ったみたいな感じじゃないですか、はいまあ、それはそれでね、えー、評価されるところはあるんでしょうけども、まあ、たくさんのおめかけさんがいたということで、えー、だから結婚式のご祝儀では。 たくさんのおめかけさんがいた人の肖像画っていうのはちょっとねはばかられるということでだから福沢先生にそれはなかったわけですよねだからまあね渋沢栄一はそういう面ではお祝いの特に結婚のということであるとはばかられるというですねななんんでそんな人の <laughs> えー、肖像画をね一万円札に決めたんだというね、えー、それがですね私はあのー、まあね残念に思ってるところでして、まあ、だからちょっと番組で言ったのちょっと放送されたかどうか分かりませんですけども早く福沢先生に戻してくれというふうに言いましたけどもねはい,うい<ん>あっ多産だった子供20人以上っていすああ 22以上次から次へと次から次へとねああ、じゃあ他産時代の夜明けということでええ物は言いようだねう <laughs> えだったら1000円でもよかったんじゃないかなというね、はい、だからねなんかこうお金だす払おうと思って福沢先生と目が合うとあこういうお金の使い方はダメだなとかね <laughs> 思えたんですけど 渋沢栄一だと何も思わないわけですよね、えー、はいというわけで東スポの記事でございました